リマナブ州は、大韓民国、チェジュ特別自治道チェジュ市出身のプロ野球選手。右藤左だ。大韓民国、チェジュ市で生まれる。小学校時代は、野球ではなくサッカーをプレイしていた。野球を始めたのは12歳の時で、野球チームのコーチから、試しに1週間だけ野球をやってみてくれないかと、頼まれたのがきっかけだった。沖岩高等学校では、 走行手揃った大型遊撃手として注目を集めた。肩が強く、投手の経験もある。2009年2月に、沖岩高校を卒業して渡米し、シカゴカブスと契約。契約金は115万ドルだった。入団後は、トミー・ジョン手術のリハビリに専念した。復帰後、参加の A-9 ボイシホークスでデビューし、68試合で、打率。 330、25盗塁を記録した。2010年3月29日2010年は、A 級ピオリアチーフスで、初のフルシーズンを過ごし、打率28。282、32盗塁の成績を残す。オフには、ベースボールアメリカ市の有望株ランキングにおいて、球団内容に、マイナー全体では92位の評価を受けた。2011年1月8日、 マットガーザを中心とした大型トレードで、サムファルドラ4選手と共にタンパベーレーズに移籍した。この年は、A 級、シャーロット・ストーン・クラブスでスタートし、97試合で、打率。318、オプス、832、4本塁打、28盗塁の成績を残して、AA 級、モンゴメリー・ビスケッツへ昇格。しかし、a モンゴメリーでは、バビップが、 228と極端に低下したこともあり、24試合で打率19。190.1本塁打と振るわなかった。オフには、レーズ3回 A プラス級で最優秀選手に選ばれる。ベースボールアメリカ市からは、レーズ内で、マットムーアに次ぐ、第2位の有望株に選ばれた。2012年は、AAQ モンゴメリーで、レギュラーとして活躍した。 2013年2月24日2013年はトリプル A 級ダーラムブルズに所属していたが4月に膝の怪我でシーズンを終えた2015年9月1日にディエフェとなり4日に40人枠を外れる形でトリプル A 級ダーラムに配属されたオフに FA となった2015年11月18日にサンフランシスコジャイアンツとマイナー契約を結ぶ 2016年6月5日に自由契約となる。2017年3月1日、日本の独立リーグである四国アイランドリーグプラスの徳島インディゴソックスに入団することが発表された。前期終了時点で打率はリーグ2位の成績であったが、前期終了後の7月25日付で対談が発表された。2018年9月10日、 韓国プロ野球新人ドラフト二次指名でサムスンライオンズから指名され10月に契約した。巧みなバットコントロールと脚力が売りで韓国の補正レースとも称される遊撃手。2011年シーズン終了後にはベースボールアメリカ市からレーズ参加で最も速いベースランナー、最も守備の良い内野手に選ばれた。以下の数値は 四国アイランドリーグプラスウェブサイト掲載の選手成績によるありがとうございます。